着いた。何回も来てんのに、なぜか道に迷いました。オッケー。ページ入ってるよね。了解了解。パレットさんです。どうも。なんかそんな YouTube っぽい人格の持ち主じゃないから。そういう人格の持ち主いるよね。 YouTube 映えする人格。ああ、確かに。はい、大丈夫だと思います。本当ですか。お願いします。これ今ピンクね。ピンクこれちょっとピンクっぽい。ピンクベージュ。ピンクベージュ。めちゃくちゃ強いピンクはちょっとやってないけど、うんうん、ちょっと柔らかめなピンクベージュみたいな感じ、うんうん、色が。あ、ほんとだ。ほんのりちょっとだけ紫ピンクみたいな感じ。楽しみ。なんかなかなかあんまり最近変えてなかったから、うん、確かにずっとアッシュ系とかオリーブとかだった。うん、そうそう、オリーブ結構多かったから、うん、じゃあ、はい、ピンク、うん、なんか最近 YouTube とかすごい見てるの、うん、すごいよね。何見てるの？面白いこととか。なんか結構適当に飛んで。結構適当に見て。こうやって動画作ってるの、あ、見てるけど。結構いろんなタイプの人がいますね。普段何も考えないで喋ってる方がいいんだなって。で、後で編集する方が。私はでも結構そういう動画好きかも。生活のボケにしてるぐらいの。カメラがある種意識してるとなんかちょっと背伸びするどうしても。もう気にしなさすぎても結構あっちゃってなる。あ、そう、あっちゃってなる。なんか一回一人でたこ焼き買いに行って食べるみたいな、初めて一人で撮って、うん、お店の人に撮っていいですかみたいな、確認とかもしなきゃね。その時はもう、あの、ネクラっていうか、もう全体に人見知りがガンガンで。でも、分かる。なんかこう、一人で街中にこもってんのも恥ずかしいから、なるべく目立たないようにね、生きていこう。美容院行った時は、本を読んでます。今、道夫さんの会話の本を始めです。パッとちょっと出てきた。でもいつもとはやっぱり違う色味なんだよ。うんうん。上ぐらいで、うん、なんかこうピューンと巻いて、うんうんうん、どう？うん、多分、うん、これぐらいがちょうどいいかも。本当にちょっとした変化。本当にちょっとした変化。でも髪でめっちゃ変わりますからね。せっかく伸ばしたけど、結局。早かった。ここはちょっと厚めにして、うん、なんか結んだ時とかに、うん、あんまりこうおでこつけないようにしてるとかね。ああ、なるほど。そうそう。あと変にこう、タラーンってやっちゃうと逆に分かれちゃうんだよ。真ん中を、この辺を薄くして、うんうん、この辺はちょっとこう、うんうん、キュッと締まる感じ。うん。
このラインが、このラインをあえて出すっていう、うん、分けたければ分けれますもんね。分けたければ分けれます。分けた時はここの耳周りが開いて、うん、ちょっとすっきりする感じかな、うんうんうん、私長いことをこの長さあたりですけど、うんうん、もう何にもそういう今の長さとか関係なく、うんうん、その顔のこう輪郭とか形的になんか似合いそうなのって、顔の形と輪郭は正直長さはそんなに関係ないんですよ。あ、そうなんだ。そんなに長さ関係ない。へえ。ただ服とかと見た時には長すぎるとちょっとのけっぽく見えちゃうかも。あ、カジュアルとか、うんうんうん、服が多いから。あ、このここのバランスって変わらないじゃん。これこのままのバランス、うんうんうん、これがここが動きがあって長いとやっぱり結構こう変わ、なんかこれで前髪もあったら結構可愛い感じになっちゃうな。確かに、うん、絶対この辺にバランスあった方がいいんだ。あ、パツッとしててもまあこことかなのか、まあ、形か、そうそう、長くてもこの辺だけ短いとか、あ、ここのバランスを多分そうなる。この周りこっちはなんとかなるか、うん、なんかそう、私服とかはこのぐらいとか短い方がバランスいいけど、役が結構キャピーみたいな感じ多いから、長い方がキャリアウーマンみたいな。キャリアウーマンあるかな、あんま今までないけど。あんまりない。そう、結構なんかなんだろう、ガーリーなタイプの、そっちか、妹キャラみたいなのも多いし、そうだから結構ね、長い方が確か分かりやすかった。確かに分かりやすいよね。なんか、いやいやいや、ありがたい、ありがたい。神オタクが出ちゃう。神オタクの、あれが入ってきちゃって。やばいね。みんな参考になると思いますよ。大丈夫です、大丈夫です。参考になる乾かし方を教わってます。僕とかの人におすすめなのは、美容師さんでよく後ろから、はいはい、と思うんですけど、そうすると背中でがいい感じになって、はいはい、いい感じになるんですけど、こいつでそれを後ろから前を取るのってすごいいいかと思って、確かに、後ろになるのは下に向いちゃってこうやってドバッシャワーみたいな、ジャンプ起き上がって、へえ、やると怖くなります。なるほど。めちゃくちゃいい感じです、うん、色もなんかね、乾かしたらさっきより出てきて春色ですね、うん、春っぽい感じになった。分かんないかね、色も変わんない。ちょっとあの私のね、あの iPhone がお休みモードになってるから、っていうか常になんかあの目に優しいみたいな、そうそうそう、なんかちょっと今画面だとあれかもしれない、きっと映っているはず。いや、いいわ、なんかすっきりした。すごいカメラワークだ。これはなかなかいい感じなんじゃないですか。それでは、はい、あ、いいね、緩めな感じです。上から撮ってみたり、上から撮ってみたり、いい感じになりました。はい、ありがとうございます。いいですね。